なあ斉藤、君の投球フォーム見ててずっと思ってたことなんだけどさ。はあ、何ですかコーチ。右足が突っ立ってる上に腕もほとんど棒、力が伝わらないから速い球も投げられないし、肩や肘も痛めるよこのままじゃ。だから次はこういう感じで腕を使って。結構です。自分には大学4年間でやってきた自信がありますから。なっ、言っちまった。若手なのに目上やコーチに対してもあの態度。このままじゃあいつに未来なんてものはないな。かつては日本の大エース田中将大と甲子園の決勝の舞台で投げ合い、激闘の末に勝利を手にした2000年代の野球界のスター斉藤佑樹。大学では春秋連続ベストナイン受賞で早々たる成績を収め、鳴り物入りでプロ入りした彼の活躍に期待しない人は誰もいなかっただろう。プロ入り後の目標ですか？そうですね、大学で150キロ投げられたんで次は160キロですかね。勝利数としては20年で200勝、メジャーも興味はあります。あと肝炎乗りたいです。肝炎。そうして彼のビッグマウスの実現を見たいがために、登板が決まれば客席は常に満席状態。元からファンが多いこともあって、黄色い声援がこれでもかと飛び交うスタジアムはまるでアイドルコンサートかのようだった。だからこそ多くの人が目撃してしまった。彼に抱いていた理想が木っ端みじんに砕け散るその瞬間を。おっと、左中間を抜ける強烈な一打。これは追加点になるぞ。ああ、また打たれたよ。これで今日もまた斉藤は敗北投手だな。130キロ程度しか出ないお辞儀ストレートにボールが先行する打ちやすい変化球ばかりなんだから、こうなるのも当然だろ。高校時代の栄光も完全に過去のもんになっちまったな。160キロどころか150キロすらもほど遠く、ストレートの空振り率わずか 2% という悲惨な現実を生み出していた斉藤。そこにたびたびの怪我も相まって勝利することさえもできなくなり、まさに崖っぷちと言っても何ら過言ではなかった。まさかあのハンカチ王子がこんな惨状に陥るとは。彼から目標とされているダルビッシュさん的にはこの現状をどう思われますか？確かシーズン前には付きっきりで指導されていましたよね。そうっすね。まあ正直言えば分かりきっていたことですよ、こうなるのは。え？あいつってとにかく人の言うことを聞かないんですよね。正確に言うならば聞いても何もしないというか、付きっきりで指導した際にも、アマとプロの世界ではその濃密さから体の疲労度はまるで違う。チームを引っ張る投手としてそのことをちゃんと理解して体をケアすることを覚えておかないと後々大きな影響が出る。それはわかるな。はい。だからまずお前がやるべきことは、利き腕とは逆の腕でキャッチボール。これで左右の筋力のバランスを整えるんだ。変な故障をしたくなけりゃ今言ったこととかは実践しておけ。わかりました、やってみようと思います。なんてアドバイスしたんですけど、あいつが取った選択肢は何もしないということ。実行力ってのがないんですよあいつには。そうしてダルビッシュのアドバイスを無視した結果と言わんばかりに、プロ入りからわずか1ヶ月も経たずに彼は左脇腹を試合中に故障。先発投手なのに10球投げただけで降板となってしまうのだった。また降板後には。お前何携帯いじってんだよ。ダルビッシュさん、いやこれは心配してくれた人たちへの返信でした。試合中にやることか、それが。誰のせいで中継ぎピッチャーが必死に戦ってくれてると思ってんだ。まさかのダルビッシュブチギレ事件が発生。しかもこの後斉藤は治療のためにおとなしくしていなければならないにもかかわらず、規則を破って寮を抜け出し都内で豪遊。そんな斉藤の人を舐めたかのような態度に冷めたダルビッシュは、わずか数ヶ月で彼から距離を取るようになったそうだ。だが斉藤が亀裂を生んだ関係はダルビッシュだけにとどまらない。2017年7月11日、斉藤が4イニング11安打8失点という惨状を生み出した試合では。何やってんですか斉藤さん。おいおい、中田めっちゃ斉藤に切れてね。あれ、そりゃそうだろう。
あんなに打たれて必死に野手が守ってんのに、自分は一塁のベースカバーしないでマウンドに突っ立ってたんだからさ。あんな怠慢プレー、リトルでもやんねえよ。プロ意識が欠けてるどころの話じゃないね。後ろで守ってる選手がマジでかわいそうだわ。ダルビッシュといい、中田といい、自らの怠惰な振る舞いでチームの中心選手をブチギレさせた斉藤。ただでさえかつてのライバルよりも遅くプロ入りし、勝利を得ることもなかなかできない選手が、激闘の中勝利し続けた大先輩のアドバイスを聞けないのは相当な痛手だろう。そして斉藤のそんな態度は誰であっても変わらない。全野球少年が憧れたイチローに対してもそれは同じだった。おい見ろよ、世界のイチローがプロ入り前の斉藤を自主トレに呼んでるぞ。本当だ。やっぱりあれって斉藤が一郎の事務所とマネジメント契約してるからかな。だろうな。とりあえずすでにスターの斉藤を抱えときゃメリットはかなりあるだろうし、それに斉藤本人もメジャーの選手から褒められるような逸材だ。一郎としても目にかけておきたいんだろうよ。なるほどね。けどそれにしては一郎の態度が冷めてるような。一郎さん、お疲れ様です。お先です。ああお疲れ。たく、誘ってみたらいいが、あんなんじゃこっちの調子が崩れるよ。こっちが言ったことすべて聞き流されてるし、実行する姿勢すらゼロ。ハングリー精神ってのがないのかあいつには。もはや斉藤が人のアドバイスを何も聞かないことはチーム内、ひいては野球界での共通認識。レジェンドである落合監督や野村監督が斉藤についていろいろ語っていたとしてもそう、彼の意識が変わることはなかった。いよいよゆうちゃん、斉藤佑樹のプロ2年目が始まりますけど、落合さん的にはどうですかね。僕としては厳しくなる今年にどこまで監督の期待に応えられるか楽しみですけど。何言ってんだなしだ。監督の期待応えなくていいよ。え、6、7回で 2,3 点を抑えたら先発ピッチャーの役割を果たしたなんて考えを持っているんだったらマウンドに上がるなって話。これもしかして去年1回しか完投できなかったゆうちゃんのこと言ってるんや。先発なら自分の責任できちっと投げ切ってこいよ。そんな落合の失望と同時に発せられた葉っぱの言葉は届かず、3年目以降に斉藤が完投した数はなんとゼロ。野村監督が、斉藤は上半身だけで投げてるんだよ。下半身の力をリリースポイントに伝える理想的フォームとはまるで真逆。高校時代とかの方がまだ躍動していたよ。などと応援とともにアドバイスを送っていたのだが、それすらもぬかに釘。多くの選たちが彼の本性を見抜き、その度に声などをかけてきたが、それに応えない斉藤に誰もがお手上げ状態だった。勝てない原因も故障が多かった理由も全てはそこから来ているのかもしれない。その結果が通算成績15勝26敗という惨状とも言っていい記録、球界史上最少記録ですよねこれ。ああそうだね。1が好きって言っていた彼が手にできたナンバーワンがそれとは随分皮肉なもんだよ。客寄せやその他の収入の貢献、そして11年契約じゃなかったらとっくの昔に切り捨てられていた選手さ。西武や巨人のマネジメントをしてきた自分としては、その特別扱いのせいで出場の機会を奪われた選手たちがかわいそうでならないけどね。少しでも野球に取り組む姿勢が違っていればまだ現役だったかもしれない斉藤。今現在会社を立ち上げ野球に携わる仕事をしている斉藤だが、そこでは多くの人のアドバイスを聞いて野球界の未来に役立ててほしい。高校からプロにならずに大学に進学した時から遊びたいのかなーなんて思ってたけど、なんかふわふわしてるのよねゆうちゃん。前に斉藤選手が出演したラジオ番組で、僕は結構適当な人間でいろいろなことを大雑把にやっちゃうタイプなんですよねって自分で言ってたから、先輩からのアドバイスもないがしろにしてたんだろうね。ポルシェくれポルシェ。それはまさか。マンションくれマンちゃん。開演だけにとどまらず、斉藤選手がベースボールマガジン社長に過剰接待を要求してたやつ。だから買ってねえんだよ。買ってからポルシェ乗れ。ごもっともだけど、
みんなそれを言わないようにしてるのよ。